南カリフォルニアは、アメリカ合衆国カリフォルニア州南部にある、巨大地域あるいは巨大都市圏である。この大きな都市型地域には、ロサンゼルス大都市圏、サンディエゴ大都市圏、及びインランドエンパイアが含まれている。都市の帯は、太平洋岸沿いに、ベンチュラからサウスランドとインランドエンパイアを通り、サンディエゴさらには、メキシコ国境を越えて、ティフアナにまで広がっている。 南カリフォルニアはサンフランシスコベエリアとともにカリフォルニア州だけでなくアメリカ合衆国国内の主要な文化と経済の中心になっている。南カリフォルニアの西には太平洋とチャンネル諸島が広がり、南にはアメリカメキシコ国境がある。東にはアリゾナ州との宗教にコロラド砂漠やコロラド川があり、ネバダ州との宗教にまたがってモハーベ砂漠がある。 南カリフォルニアには、ロサンゼルス、リバーサイド・サンバーナーディーの、サンディエゴ、オックスナード・サウザンド・オークス、エル・セントロという5つの都市圏がある。ロサンゼルス大都市圏は、人口1200万人を超え、リバーサイド・サンバーナーディーの地域は、同400万人、サンディエゴ地域は、同300万人を超えている。南カリフォルニア全体の人口は、全米。 第2位のテキサス州一州に匹敵するものであり、アメリカ合衆国の中では、北東部の海岸都市圏に続いて2番目に大きな地域になっている。南カリフォルニアの北側の境界について、公式の定義はないが、最も多く使われるものは、シエラネバダ山脈とテハチャピ山地より南の地ということであり、テハチャピ山地はロサンゼルス市から約70マイル北に過ぎない。 南カリフォルニアは文化的に多様であり、世界で多くの観光客が人気のある海浜を求めて南部海岸にまた劇的な開放空間を求めて東部の砂漠地帯を訪れている。ベニスの夕日南カリフォルニアにはロサンゼルス市とサンディエゴ市という世界都市に分類される都市が2つあり、ロサンゼルス市の人口は409万4764人と全米。 第2位、南のサンディエゴ市は人口133万6865人で全米第8位である。またアメリカ合衆国の大都市圏の中では2位のロサンゼルス大都市圏、14位のリバーサイド、サンバーナーディの都市圏、17位のサンディエゴ都市圏と人口300万人以上の都市圏が3つある。ロサンゼルス軍、オレンジ軍、サンディエゴ軍、 サンバーナーディの軍及びリバーサイド軍はアメリカ合衆国の軍で人口の多い15ケツに入っておりカリフォルニア州内では1位から5位までを占めている。また乗降客数ではアメリカ合衆国国内で第3位国際線乗降客数では第2位のロサンゼルス国際空港があり単一滑走路の空港としては世界一のサンディエゴ国際空港。 一般用途空港として、世界一のバンライズ空港がある。他の商業空港として、オレンジ郡、オンタリオ、バーバンク及びロングビーチの各空港があり、おびただしい商業空港と一般用途空港がある。またアメリカ合衆国で最も繁華な商業港、ロサンゼルス港、隣接してロングビーチ港、サンディエゴ港もある。 この地域で特筆されるのは高速道路網であり、世界でも最も交通量が多いとされている。通勤用鉄道のメトロリンクは7線のうち6線が、ロサンゼルス中心街を出発してベンチュラ、サンバーナーディーの、リバーサイド、オレンジ及びサンディエゴ各群を結び、残り1線はサンバーナーディーの、リバーサイド及びオレンジ各群を直接結んでいる。 カリフォルニア大学サンタバーバラ高校の地域の多様な技術と製造業の基盤、さらには権威ある世界的に著名な研究型大学とその多項的指摘研究施設が数多くあることで、この地域はテックコーストというあだ名がついた。その中でもカリフォルニア大学の5つのキャンパス、カリフォルニア州立大学の11のキャンパス、さらにはカルテック、南カリフォルニア大学、 ペッパー・ライン大学、ロヨラ・メアリー・マウント大学、チャップマン大学、クレア・モント・カレッジ及びサンディエゴ大学など、私立の教育機関が知られている。ロサンゼルス市の有名なハリウッド看板、世界の娯楽文化の象徴である南カリフォルニアは、映画、テレビ及び音楽といった娯楽分野で世界の首都であり、映画産業の中心であるハリウッドがある。 アメリカンブロードキャスティングカンパニーを所有する、ウォルトディズニー社、ソニーピクチャーズ、ユニバーサル、MGM、パラマウントピクチャーズ、20世紀フォックス、およびワーナーブラザースが本社を構えている。またユニビジョン、アクティビジョンおよび THQ もある。サンフェルナンドバレーには、世界最大の成人娯楽産業も存在している。サーフィンと、 スケートボードといったスポーツでも南カリフォルニアは本場になっている。ボル、コム、クイックシルバー、オニール医療事業部、ノーフェア、ロストエンタプライジズ、セクター9、アービカ、ボディグローブ、およびサーフラインといった会社がここに本社を置いている。プロのスケートボード選手、トニーホーク、プロのサーファーであるロブ・マチャド、ティム・カラン、ボビー・マルティネス、パット・オ・コーネル、デン・レイノルズ、 クリス・ウォード、プロのスノーボード選手として、ショーン・ホワイトが南カリフォルニアに住んでいる。世界でも伝説的なサーフィンスポットとしては、トレスルズ、リンコン、ザ・ウェッジ、ハンティントン・ビーチ、およびマリブがあり、サーフィン用の波の質では、オアフ島に次いで2番目とされる。極限スポーツの分野では、X ゲームズ、ブーストモービルプロおよび US オープン・オブ・サーフィンなど、 世界最大のイベントが開催される。ヨット競技の分野でも重要な地位にある。毎年開催される太平洋横断ヨットレース、すなわちトランスパックはロサンゼルスからハワイまでで行われ、ヨットの世界では最高クラスの行事である。サンディゴヨットクラブが1988年から1995年まで最も権威ある賞であるアメリカスカップを保持しており、 この期間のレースを主催した。南カリフォルニアには、ホックススポーツネットなど多くのスポーツフランチャイズや、ネットワークがある。プロのチームとしては、バスケットボールのロサンゼルスレイカーズと、ロサンゼルスクリッパーズ、大リーグ野球のロサンゼルスドジャース、ロサンゼルスエンゼルスオブアナハイム、サンディエゴパドレス、アイスホッケーのロサンゼルスキングスとアナハイムダックス、 サッカーのロサンゼルスギャラクシーとチーバス USA 及びアメリカンフットボールのサンディエゴチャージャーズがある。大学スポーツでは UCLA ブルーインズ、USC トロージャンズ及びサンディエゴ州立大学アステックスなど NCWA のスポーツチームが多い。第6標準位戦より南のカリフォルニア州の群サンセットストリップにある。 有名なアンダスウェストハリウッドホテル南カリフォルニアの北限については、ディアブロ山の南第6標準遺線を使って、軍の境界に一致する定義がある。北緯35度47-28にある、ディアブロ山から144マイル南であり、サンルイソービスポ、カーン及びサンバーナーディの各軍の北側境界線である。しかし、南カリフォルニアを構成すると一般に考えられる。 軍は、ベンチュラ、ロサンゼルス、オレンジ、サンバーナーディーの、リバーサイド、インペリアル、サンディエゴの、各軍であり、さらに、サンタバーバラ軍の北半分を除く、海岸部である。サンタバーバラ軍の、全軍、クエスタグレードの南の三イソービスポ軍、カーン軍東部及び、モハーベ砂漠に入る引用軍ランも、見解によっては、南カリフォルニアに含まれることが多い。 第3の特徴ある地域として、セントラルコーストを含む中部カリフォルニアは、モントレー郡北端まで広がっている。カーン郡西部は、サンホワキンバレーから、セントラルバレー南部地域にあり、それゆえに、カーン郡とサンルイスオビスポ郡北部は、第6標準以線より南にあるにもかかわらず、一般に、南カリフォルニアの一部とは考えられておらず、むしろ、セントラルバレーあるいは、 セントラルコーストにあると考えられている。これらには海岸山脈の乾燥した多くの土地も含まれている。カリフォルニア州は地域観光業者によって北部、中部及び南部の3つに分けられて反則されているのが普通である。州内の大きなトリプル a オートクラブ2つはそれぞれの会員の区域に当てている線に沿って州を北部と南部の2つに分け、事情を 簡略化している。その他に、地理学的な言葉で、テハチャピーの南というのがあり、州を横切る山脈の長部で、南部地域とを分けているが、この定義では、ロサンゼルス軍北部やカーン軍東部、サンバーナーディの軍の砂漠は、セントラルバレーや内陸砂漠から遠いために、南カリフォルニアに含まれることになる。サンバーナーディの中心街南カリフォルニアは、開発された。 都市環境と未開のままに残された広大な乾燥地域が共存している。アメリカ合衆国の国内では、ワシントン DC、フィラデルフィア、ニューヨーク、ボストンをつなぐ北東部大都市圏に次いで2番目に大きな都市化地域である。これらの都市は密集しており、中心街の人口が多く、鉄道など交通体系が整備されているが、南カリフォルニアの大半は、 その広大に広がった郊外地域があり、自動車や高速道路を使うことで有名である。中心となるのは、ロサンゼルス市、オレンジ郡、サンディエゴ市、リバーサイド市及びサンバーナーディの市であり、そのそれぞれが都市圏の中心であり、多くの小さな都市や地域社会で構成されている。週刊高速道路5号線を南に降ると、連続する都会の隙間にキャンプペンドルトンがある。 週刊高速道路15号線と週刊高速道路215号線に沿った地域社会は相互関係が強く、テメクラはサンディエゴ軍都市圏と同様にインランドエンパイアとの結びつきも強い。アメリカ合衆国国政調査局ではサンバーナーディの軍とリバーサイド軍をサンバーナーディのリバーサイド都市圏としてロサンゼルス軍とは別の都市圏として考えている。 ロサンゼルス市やオレンジ郡に通勤するものが多いが、サンバーナーディーの郡とリバーサイド郡の大半は1980年代と1990年代に開発されたので、開発形態に違いがある。ロサンゼルス市中心街、10月の日没時のスカイライン。中央の US バンクタワーは73階建て、高さ1018フィートであり、1989年以降西海岸で、 最高の高さである。南カリフォルニアは、州内や国内の他地域よりも多様な地質、地勢及び自然生態系間の集合する地域である。太平洋のチャンネル諸島、海岸線、海浜、海岸平原から、横断山脈や半島山脈とその山頂を経て、大小の内陸渓谷そして広大な砂漠まで広がっている。これらのリストは、以下のカテゴリーを参照。 コアチェラバレーのソルトンコサンディエゴ軍海岸の太陽バシロサンゼルス市中心街、南カリフォルニアは文化、政治及び経済でいくつかの明確な地域に分けられ、そのそれぞれが国内、場合によっては地球規模で認識された都市を中心に独自の文化と雰囲気を持っており、これらの都市はそれぞれの地域で経済活動の中心となり観光目的地にもなっている。 それぞれの地域はさらに文化的に特徴ある多くの地域に分けられるが、全体として南カリフォルニアの雰囲気を創出している。以下は大中小に区分される地域である。南カリフォルニアには複合統計地域一つ、ロサンゼルス大都市圏及び都市圏五つがある。人口は2010年国勢調査によるアナハイムのディズニーランド以下の都市人口は2010年国勢調査による ベンチュラシ、オールドタウンの市役所サンタモニカ、中心街ロングビーチサンタルシア南部、サンタイネス、トパトパ、サンタスザーナ、サンガブリエル、サンバーナーディーノ、サンタアナ、ラグナ各山脈より、南と西蒸気山脈の北と東詳細は、カリフォルニア州の地理を、山椒南カリフォルニアの山脈より、海側の衛星写真南カリフォルニアは、地理的に次のように区分できる。 地理的諸層、編集サンディエゴのラ・ホラ後部からの、警官さんガブリエル・サンム役、エンジェラーズ国立の森東部のミネボン、リバーサイド中心街にある歴史ある、ミッション・イン・カリフォルニア・ワインとエイバ南カリフォルニアでは、毎年約1万回の地震が起こる。そのほとんどすべては小規模であり、感知されないものである。数百回の地震が、マグニチュード3.0以上であり、15ないし20の、 地震がマグニチュード4.0以上である。ロングビーチ中心街のスカイライン以下は南カリフォルニアにおける重要な事業地区である。下記の空港は現在商業定期便が運行されている。周回高速道路、アメリカ国道カリフォルニア修道中、下のリストで車自体のものは平面道路であり自動車専用道路ではない。 南カリフォルニアのエリアコードマップ詳細は EN リスト・オブ・コリッチス・オナバーシティス・イン・サザンカリフォルニアを参照アメリカ合衆国のメガリージョン。ありがとうございます。